福山市神鍋町に来ています。こちらに集まっている車椅子はこれからウクライナに送られるとのことです。福山市神鍋町の NPO 法人が戦争が続くウクライナに車椅子を支援するため県内からこのように集めて神戸港から船に積んでウクライナに運ぶとのことです。今回の支援は、イギリスロンドン在住の木村さん、正人さんというジャーナリストの方から連絡が桜車椅子プロジェクトの方にあり、そして、プロジェクトとして支援していこうというふうな形で、連絡が入って決まりました。ウクライナ側の方はたちまち緊急で500台、これで今後はトータルでは1000台ぐらいの車椅子が欲しいんだという意向を聞いております。船便に関する輸送費やポーランドからウクライナまでの輸送費の負担については日本郵船や郵船ロジテックさんが関わってくれているんですが、なぜ国内の輸送費および整備費用に関しては私たち数名の持ち出しによるところが多いので、支援金という形でのご支援をいただければありがたいなと思います。